明治微笑み楽々ミルク簡単。温めてあげたい時の使い方。明治微笑み楽々ミルクは常温でもご使用できますが、冷える時など温めたミルクをあげたい時もありますよね。楽々ミルクを温めてあげる時のご使用方法をご紹介します。まず、哺乳瓶やマグカップのような耐熱仕様の清潔な容器に楽々ミルクを移します。楽々ミルクを移した容器を湯煎などにより温めてください。湯煎の際は火傷等にご注意ください。アタッチメントを装着した明治微笑み楽々ミルクをそのまま湯煎していただくことも可能です。熱くないことを確認してから赤ちゃんに与えてください。40度以下が目安です。また、お湯が準備できないときはカイロ等を使って温める方法や、大人の服の中に入れて温める方法もございます。温める際、電子レンジによる加熱や直火による加熱は行わないでください。また一度温めたものはすぐにご使用ください。何度も繰り返して温めてご使用いただくことはおやめください。